そわそわしてるかな。こんばんはですね、みなさん。よいしょ。こんばんは。やっほー。今日はまあ長すぎず短すぎずぐらい時間配信します。はい、家族写真。私は母の気持ちでみんなのね、4人でね写真を撮ったんですけど、母の気持ちで写真を撮りました。今日も楽しかった。今日もねライブでしたのでありがとうございます。めっちゃペンライト見えた。あ、そう、リコはこうやってしてる今日なんかすごいね、あの写真なんかみんなわちゃわちゃ撮ってた。そう、みよさんよろしくお願いします。村山ゆかです。こんばんは。緑衣装、今日はね暑いかなと思ったけど暑くなかった。あの会場結構空調効いてて、あのよかった近かったね、ありがとう。絶対に目合いましたよ、ありがとう。楽しかった、嬉しい。私もめっちゃ楽しかった。ハーフアップ、なんだかんだ久しぶりじゃない多分ハーフアップにしました。今日はねナチュラルメ、ライブメイクにしてはナチュラルメイクです。あの朝メイクしてそこからメイク直しをする時もあるんだけど、今日は肌とかはね直したりもしたけど、もう朝のまま目元とか落ちてないのすごくないなんだかんだであんま落ちなかったから、うん、いい感じ。今日はメイクがうまくいきました。バッチシです。ねえ、今日はちょっとのんびり喋っちゃうかもそう、私ね顔に汗かかなくて、多少はねかくけど、なんかあのほとんど本当に あんまりかかないのね。あのそうなのであんまり崩れない。髪とかはね多少ここがうねったりしちゃうけど、ライブのメイクのままです。今日はなんかめっちゃ赤く見えるね。赤いっちゃ赤いんだけど、現実で見る方がそんなに赤くない。もう上まぶたほとんど塗ってないよね、こう見るとメンバーが言ってた。そう、私ね顔に描かない体質なの本当に。顔以外はもうね汗はあんまかかないかも、そもそも代謝あんま良くなくて。そう、目も目も今日はここがうまくいった触覚というか、もう張り付いてて、ほら見て見てこっちも張り付いてる。このねライブのね後のね楽しみが一つあってね、まあ、一つじゃないけど一つあってね、あのノリでねここ触覚止めるんですよ大抵。昨日も止めてて、これをねピリッて剥がすのが楽しいの。今日はまだ剥がしてない。そう、なんで楽しいかっていうとね、ここについてるファンデーションも一緒に剥がれるのノリって。なんか自分が脱皮したみたいでなんか楽しい脱皮した気持ちになる、楽しいんです。まあありがとうしげちーさん、ありがとう、嬉しい
そう、いきます。取れるかな、結構頑丈、ピリッ、ほら、ちょっとあんまり見せれるものでもないけど。でね、あの多分あんま近く見えないよね、見えないね、見えないけど現実で見たらね、脱皮してんの分かる。ここが、この裏が脱皮してるの。スティックのりではなく、そう、前髪用ののりっていうのがあってですね、本当にのりなの、マニキュアみたいな感じの筆でこうやって肌につけて、髪をピトってつけたら、こうやってやってもほら、こうやってやっても動かないよっていう、ほらくっついてる、今引っ張っても取れない、皮膚が引っ張られてるもん、すごいよね。レイちゃんさん、よろしくお願いします。すごいね、これはね、ライブにはね、あの必須アイテムですよ。あの MV とかもね、あんまり前髪を崩したくない時とかにはもう必須アイテム。大抵お仕事の時しかしないけど、プライベートだとあんまりしないかな。やってもいいんだと思うけどね、あんまりしない私は。こんばんは、綾瀬りんさん、よろしくお願いします。村山優香です。そうなの。お、帰宅中お気をつけて。そう、今日のライブ本当楽しかった、2日連続でしたからね。最高だよね本当に。あ、2度目まして、覚えてる、昨日押しましょうって言ってくれて、あ、違う違う違う、私が言ったんだ、私が言ったからね、ありがとう。こんばんは。ねえ、今日はね、すごい一日が長く感じる日なの。朝さ、起きてライブにさ、ライブしたのもさ16時とか台でさ、なんかあっという間だけど、まだ外が、ライブ終わっても外が明るくてびっくりしちゃった。KG6033 よろしくお願いします。だけどもありがとうございます、星がね、ありがとうね。ぐっすり寝よう、みんなで。ぐっすり、私も今日は早く寝る準備をしていっぱい寝ようと思います。もう12時前には寝るつもりです。監視用、監視用ってわけじゃないけど、あの何してるのかなって、今日日曜日だからさ、平日は割とお仕事の方が多いのかなと思ってるけど、学校とか日曜だからみんな何するのかなって思って気になって、いっぱい寝ようねん。ハッピースーツの方、え、映んない、ここじゃないと映んないんだ、意外と見切れてる。みんななんか、あの今日のライブとかも何か前に用事をしてからその後ライブ行くよって方が一番多かったかな。そう、引っ越しのお手伝い、すごい、ぎっくり腰になりそう。重いもの運んで、でも引っ越しっていいね、なんか新生活って感じがする。現場行きたいです、嬉しい、ぜひぜひ会いたいです、私も嬉しいよ。おっ、ミニミニ夏休みを満喫しちゃいましょう、いいよね、なんかいっぱい寝れるぞって思う時こそね、寝れなかったりもする、夜更かししたくて。夜更かしの特別感ってなんかすごくない？
ただね、昼夜逆転は本当に危ないので。うん、お、明日からも頑張ろうね。紫さん、よろしくお願いします。村山優香です。嬉しい、ありがとうございます。コメントまで。どないしても寝られへん時、この間はね、それこそどないしても寝られへん時があって、あの本を読んで眠くなるかなと思ったら、なんだかんだ2時間半ぐらい本読んでて、気づいたらなんか2時3時とかでびっくりしたよねっていう話。たまにはそういう時もあるんだって思った。めっちゃレアだよ。だいたい私は呼吸をさしたらさ寝れるって思ってるからさ、こう呼吸を意識 して瞑想をしたらね、そう寝れるって思ってたんだけど、その時はなんかもう寝れなくて、どうしても私は本読んだら基本眠くなるんだけど、それでも眠くならなくて小説読み終わったっていう驚き、自分でもびっくり。元気を届ける、びっくりだよね。サムさんありがとう、くまちゃんありがとうございます。明日からもお仕事一緒に頑張ろうね。応援しているよ。みんな同じ時間を生きて、同じ時間の中でいろんな出来事が起きているんだもんね。いいように言って、そんなになんか深いこと言えてない。おー、ありがとうけんちゃん、ありがとうございます。氷のパワー、ありがとう、嬉しい。いつもありがとうだよ、けんちゃん。コメントも読みますよ。ありがとう、嬉しい。お話し会とかもね、たまに来てくれるから嬉しいよ、いつも本当に。今日も会いに来てくれてありがとう。配信あれしてなかったのに、告知もしてなかったのに。ありがとうございます。もう素敵な週末をね、一緒に過ごせたことが私の幸せでございますから。口にしよう、口にしよう。イエー、ありがとう、嬉しい。今日も今日とて幸せな一日を。今日どんな一日だったの？今日はどんな一日だったの？こんばんは、ありがとうございます。これからもよろしくね。何の年かな、キンちゃん、キンちゃん、イエッ、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、すごい嬉しい、ありがとう。なんか気分でタワー投げたくなったよ、タワーです、ありがとう。すごい、最近いいことあった？ありがとう、嬉しい。暑いから体調も気をつけるね。けんちゃんも気をつけてね、ありがとう、嬉しい。一緒に暑い夏を乗り越えよう。ありがとう、嬉しい。そんな気分になってくれてありがとう。すごいびっくりだ、ありがとう。嬉しい、好きです、だって好きです。呼吸でね、寝るっていうのがあって、なんかなんだろう、呼吸を意識するの、吸って吐いてみたいな感じで、吸って吐いてっていうのをね繰り返すとね、気づいたらね眠くなるの。そう、それがこの間ができた。この間さ、本読み終わってさ、新しいの読もうと思って買ったのよ。買ってから全然読めてない。読もうと思った時になかなか読めてないんだけど、もうね、またあの初めの12ページぐらいを何回も読み直してる。なんなら毎日持ち歩いてるのにさ、全然開かないんだよね。
私はミステリーが多いです。ミステリーな感じとか、なんかあの終盤であのどんでん返し的な、そういうのが好き。しのちさんありがとう。くまちゃん、くまありがとうございます。まあ10冊くらい、なんかね、そう読みたいなって思ってさ買うのにさ、なかなかさ急に読み出さなくなるんだよね。そうなの。あら、そうなの。ご飯美味しく食べてね、ありがとう。また話せるの楽しみにしてます。いってらっしゃい。ありがとう。トリック全く見破られないよ。あのもう作者の思うがままに振り回されてる。私は楽しかったでー、ゆうかもやでー、ありがとう。そう、なんかね、そう本を読む時ってさ、まとまった時間がないと、あのこまごま読んでると話わかんなくなるんだよね。特に序盤はもう、後半はその人物像のそのねがわかるからまだ読めるけど、もう序盤はね、あの初めに一気に分厚みを感じるぐらい読まないと話わかんなくなるんだよね。全然もう行ったり来たりしちゃう、頭に入んない。そう、初めはね、なかなか。そうだからさ、こう今時間があるカフェに行って本を読もうって、そういうタイミングがね急に現れると思って、急に来るかもって思って、あの本を持ち歩いてるんだけど、なかなかない。今日とかもう早く準備終わったから読むこともできたかもだけど、やっぱり本番前ってあのなんかそわそわしちゃうから、本を読んでゆっくりって感じにはどうしてもなれないなっていう。そう、やっぱそうだよね。よかった、私だけかと思った。本を読むときにこうなってるの、みんなも同じ気持ちになってね、嬉しい。よかった。小説ですよ。なんかミステリーのね、本屋さんの手前側に置いてあったやつ、有名なんだと思って選んでみたよ。なんかさ、移動中とかに読めばいいんだろうね。必ずさ、こう決まった時間があるわけじゃん、自分の中ではね。私は朝読書全然集中できない人だったから、同じ本を1年間かけて読んでたよ。てかなんかぼーっとしてた、15分20分ぐらい全然読んでなかった。そう、年1か年2冊とか、年1かな多分、そんなにやってなかった。ぼーっとしてた本当に。あら、行かないジョイフェス。そっかそっか、そうだよね。ありがとう。寝てはない、寝たら言われるね。寝てはないけど。あ、そうそう、行かないジョイのね、受付ね、あのトリプルファンクラブの皆様は今日までがね締め切りなので、そう、配信終わったらリマインドをねしますよね。申し込んだ、ありがとう。みんな申し込んだのかな、申し込んでくれましたか。
またどこかで会いましょう。ツアーもあるし。当たるといいんだね。当たるよ。きっと絶対絶対当たるよ。ありがとう、申し込んでくれて。宿もおありがとう。いや嬉しいね、うん、確かにどんぐらいの倍率なんだろう。私もそれはわからない。ね、楽しみだな。ね、公演のさ、昼夜のさ詳細が出てさ、いよいよって感じが本当にするよね。そうきくんありがとう。こんばん。ありがとう。ペロタンさんよろしくお願いします。お、お友達と嬉しい。ねえ、皆さんありがとう。確かにそう、お昼早め、まあ、昼と夜のさ公演の間が結構なんだかんだいつも私はバタバタしている気がする。私はっていうかコンサートの時とかバタバタしてるから、そういうのも含めてから含めてなのかな。絶対暑いから、9月末とはいえ絶対暑いからね。みんな今のうちに栄養蓄えてよ1ヶ月前、2ヶ月くらいか、2ヶ月前だけど栄養蓄えとこう。ハンディファンとこういうさ冷たい、なんかこうあるじゃん、冷えピタとか絶対いいよ。冷えピタ、熱じゃなくても冷えピタっていいからね。埼玉でリリーベさせていただいた時、ステージ終わり冷えピタ貼ったらめっちゃ冷えてね、うわー冷えピタって効果あるなってめっちゃ思ったの。めっちゃいいよあれ。うんうんうん、わいいね。まだね、なんかさ去年とかはさウォーターパーティーとかさシャッフルパーティーとかってけどさ、今年わかんないよね。私もわかんないんだ。みんなでウォーターあわあわになるのか、今年はどうなんでしょうかね。凍らせたペットボトルもいいね。飲む用とかじゃなくさ普通に氷としてさ冷えるからいいよね。溶けたら飲めるし。ライブ中さ基本はさ、まあ、帽子かぶってたりってあないかもわかんない、ないかもしれないけどさ、行かないジョイとかはさすがにさみんな帽子かぶってたりしてるのかな。野外だと頭皮めっちゃ焼けるよね。じゃないとどうなんだろう。去年はねすごいセンステの下手側結構水かけ代わりしたよね去年センステのそのさっき言ったところもう3、4回くらい行ったんだよね。めっちゃ行った基本ね偏りはなくね全部回ってるけど、特に何だか多かったっていうだけなんだけどね。嬉しい写真。私のさお友達がさなんか私の X をさすごい見てくれてて、今日はかわいいよってめっちゃメッセージ送ってくれるんだよね。嬉しいシースルーも最高みたいな。嬉しいよね
早いの、しかもなんか早いの。さっきも来てた、ハーフアップいいねこういうあのシンプルな髪型もいいねみたいなの、めっちゃ褒めてくれるのこんな褒めてもらっていいんですか、通知取ってるって言ってた嬉しい。そう、こんなね、そう、自己肯定感をねこんなに上げてくれるなんて嬉しいよそう、すごい詳しいです、あのニア女優のこともだし、先輩方のこととかもすごい詳しい、もともとそう詳しいかったと思う。高橋さんよろしくお願いします。村山優香です、ありがとう。推しとか聞いてないか、聞いてないな、そういえば。どうなんだろうねどうなんだろう、嬉しいね、そう思って、そういう友達がいて嬉しいよニヤニヤしながら、そうかな、そうなのかな。私の友達はもうなんだ、結構長いから、みんななんかアイドルの前からの子だから、私をアイドルってあんまり思ってないと思う。アイドルやってるとは思ってるけど、その話してる時にアイドル村山優香として話してないと思う、相手も私もだけど私って LINE どんな、あ、 LINE とか言ってた、メッセージどんな感じでやってると思います、なんかイメージとかあるのかな。私のメッセージは、絵文字はね、あんまりキラキラは使うけど基本使わないかも。あの X がね、あの絵文字めっちゃ使ってるからさ、使ってるって思われそうだけど、推しとかないんですが、あら嬉しい、村山由香さんが好きだ、それはもう好きだありがとう、やった、ありがとう。あとね、スタンプはなんか私がね、あのいろんなスタンプを使えるなんかやつに入ってるっていうか、なんか勝手にそういう設定になってて、だからあのダウンロードしてないスタンプでも有料スタンプが使えるの、なんかちょっとあの50コインで、そう、違うアプリとね連携してて、そしたらそうなってるのね。そうだから、いろんなスタンプ、購入してないスタンプも、購入してない有料スタンプもあの使えるので、あのもういろんなスタンプ使ってるもちろんなんか可愛いやつをダウンロードもしてるし、さらにあのそうなんだろう、嬉しいとかって文字で言ったら候補が何個か出てくるのね。その候補の中でこうシュシュシュって見て、あ、これ可愛いとかって、あの初めて見るスタンプとかをよく送ったりする。だからあのメンバーからもだし、友達からも家族からも、優香ってめっちゃスタンプ持ってるよねって言われる持ってるんじゃなくて、たまたまもう使えるっていうだけなんだけど、そう、それくらい、なんかそう言われるくらいいろんなスタンプを使ってます。スタレンとか家族にはある、ちょっとーみたいな、気づいてーみたいなのあるけど、あんまり他の人とかは。したい気持ちはすごくある。私なんかあののんびりせっかちだから、こうなんかせっかちな時はあの気づいてほしいと思うけど、電話はするかな私はなんかそれこそ、その基本なんか何か用事がないと私は連絡しないのでそう、何か連絡用事とかがある時だから、メンバーにあんまそんなすぐ電話とかしないけど、その写真の確認とかだから、そこはそこまでせっかちじゃないけど、よっぽどな時は電話かけるかも。あの
友達との集合とか、せっかちっていうよりさ、なんか電話の方が効率いいなって思っちゃうんだよね。早いし、どこにいるって、もちろん LINE でねメッセージでね打っててもそういいんだけど、それもしつつ相手がもう電車降りてるかなとか思ったら電話かけちゃう。そう、返信はあんまり早いくはないかも。見てるのは早いけど、あの早すぎるとと思ってちょっと置いてると気づいたらすごい置いちゃってる時がある。そう、見るのは早いかなその内容にもよるよね。すごいあの写真の確認とかだと全然すぐ見てる。あとグループラインとか私は基本あの見てるだけかも。あんまり返信、スタンプとかだけかなそう、一緒？お、一緒だ。未読マン？未読マンっていうか、でもあの何気ない会話の時私もほんと気にしてないから、あの未読なってるなって思ってても、そっから用事があったらそのまま上乗せする。何も気にしない、未読されててもそう、私は通知がたまるのがあんま好きじゃないから、あの一時経ったら返すあとはあの一時未読が続いてしまったなって時はっていうスタンプを送る。スタンプというかメッセージの下にさついてる、あ、そう、リアクションとかをね。うちのメッセージ本当になんか単発だよ。本当になんかあの長くしないのよそう、スタンプだけで返信したり、家族はうん、なんかほんと時たまスタンプの時もあるし、リアクションの時もあるし、ありがとうってびっくりマークみたいな時もある。あ、でも確かにそのお兄ちゃんから連絡が来た時とか、なんか結構ね家族のねグループラインはあのなんか報告会、報告会があるの、今何々してるよとか、そういう写真をね送られた時とかは、わーみたいな、おーみたいな、頑張れみたいなのを送ってる、スタンプをね。そう、報告会をね結構頻繁に行われてます。たまに質問、それどこ？とか、なんとかなの？とかはある。ニャジョイスタンプ使ってる、ニャジョイ知ってる子とかたまに使うかな。たまに使う。あら、英語だ。ハロー。自分のスタンプ、家族とかには前は使ってたかな。今はあのスタンプをの画面を開いて一番初めに出てくるハテナを使うので、あんまりなんか使ってたり使ってなかったりって感じ。でも使ってることもあるよ結構。本当になんかあの結構気分結構気分で変えてるかも。どんな気分の時にどれを使うかっていうのもないけど、あのこの友達にはニャジョイスタンプ使うかっていう子もいる。その友達にも分けてる。そう、あゆみんと連絡取る時とかはニャジョイスタンプ多いかもそう、かな。レノンとかだとなんかちょっと面白スタンプを探して送ったりする。ハテナ嬉しい。私がハテナをねいっぱい使うからハテナがいいなって思ってて、ハテナにし
今日も可愛いですか？ありがとうございます。嬉しい。確かに電話メンバーとね全然電話しないんだよね。すごい。だからメンバーほんと極端、連絡取ってることをとそのなんだろう、日常会話でも連絡取ってることを取ってない子が極端。そう、私は基本取ってない方かも。そう、もう急にどこどこ行きたいみたいなのも話したりもしたりもしたり。そう、なんかなかなか電話しないんだよね。家族とは電話するけど、なんか何話していいか分からなくなっちゃう。昨日桃鉄ねしてらっしゃった。昨日だったかな。ちょっとチラ見しましたよ配信。なるほど。ケンさんよろしくお願いします。ありがとう、たくさんコメントを送ってくださってありがとうございます。ニアジョイ配信、なんかコラボ配信は1回2回したことある。あいみとみつきと1回1回であるかな。そう、あいみと作半顔半分でスクショしたら全く同じ顔が出来上がったっていう噂の。あ、今日ねあいみと笑ってフラジールのねポーズ、フリーのポーズがあるんだけど、感想のそこでね今日はいつもと違うポーズをしました。今日やったのはこれです。あ、こっちか。本当は反転しちゃってたな。4、今日 TGG さんねイベントで4周年だということで4をしました。え、本番こっちでしたんだけど、え、悔しい。今日せっかくできたのに、え、悔しい。今気づいたんだが、マジか。あいみに言おう今度。反転してたね、絶対気づいてない。みをすごい、もうこれで4だと思ってた。結構悔しい。いつもさ何か変えようって言いながら変えるの忘れちゃったりするから、今日はやっと思い出せたねって言って、いつもと違うやつができるねって喜んだんだ。そう言って喜んだんですよ2人で。マジか。分かっちゃう。さすが、みんなのおかげだね。あゆみ確かに今日配信しそうだよね。あゆみ昨日もしてた、私より後に。すごいよ。私はもうあゆみが配信を始めるっていうか、時間いっぱいいっぱい、21時過ぎ、あ、ちちち23時過ぎからはもうお眠でしたから、配信はやってたけどね。今日は本当に早く寝れそう。私何時から配信始めました？何時から始めたっけ。あ、19時から始めた。55分になったら壇上見しようかな。あ、すごい。もうねカッチカチすぎてすごいよね、芸術だもん。睡眠、寝るのはね早い日は早いし遅い日は遅い。
本当になんか日替わりですよ。昨日の空腹耐えました。でもその代わり今日の朝空腹すぎてさ、もうびっくりするぐらいに朝なんか朝の量じゃないぐらい朝食べた。そばといなり寿司食べた。美味しかったよすごく。朝じゃないくらい食べた。まあ朝の時間でもなかったけどね、昼前。しましょうさんありがとう、 I love you、 ありがとう、すごいすごい、ありがとう。お腹すいても寝れるは寝れるんだよね私って。寝れるけど次の日の朝ドカ食いしちゃうからな。そう朝ヨーグルトだけの時もあるし、こうやって急にね 1.5人前までじゃないけど 1.23人前ぐらい食べてる時もある。ほんと困っちゃうよね。ほんと困っちゃう。ね、焼きそばかな。いや変わるか、変わらない。 1.5 よりは多くないんじゃない。っていうね。私のこだわり。わいいね肉まん、おいしそう、おいしそう。わーありがとうさやちゃん、ありがとうタワー、嬉しい。本当に昨日ありがとうございました。めっちゃ目合ったね、嬉しかったよ。私もずっと見ててくれてありがとう。基本目の前に行くことが多かったから昨日は。そう私も本当に楽しかった、さやちゃんの顔見れて。私も幸せだったよ、ありがとう。暑い中すごい待ってたんじゃないかな。すごいあんなに近くでさいてくれてすごい待ったと思うけどね、本当に楽しみにしててくれて本当にありがとう、嬉しい。そのおかげですごいいっぱい目を合わせることもできたし、最高な時間になりましたよ、なったよ、ありがとう、嬉しい。体調は大丈夫？元気で入れてるかな。ありがとう、嬉しいね。嬉しいよ、ありがとう。今日は夜中起きててもわかんない、ちょっと私寝てるかも。わ元気にパフェ食べていいな、パフェ、パフェっていいよね、美味しいもん。ありがとう、私も大好き、ありがとう、嬉しい。もう会えて幸せだって、もう体感1メートルくらいの距離にいたもん。ありがとう、嬉しい。1日2回配信はなかなかないですよ、寝ちゃってるから。夜とか特になかなかないですよ。たまにだからいいんだよね、ありがとう。そうたまになんだよ。あんまり知らない人たち、私がニャージャーメンバーはそりゃもうとびきりかわいいもん、みんな。ありがとう、ゆっくり休みます、たくさん寝ます、みんなもいっぱい寝てほしい。まあね今日も配信できてよかったですよ、1
時間くらい。私はもう気づいたら寝ていると思うので、もうなんか目とろってしてきたもん。昨日よりのんびりしてる。55分まで私が起きていられるか心配なんだけど、50分でもいいかな。50分でもいいかな。目が重たい。急に来るよね私のこの睡魔って。いい、ありがとう。優しいよ。昨日本当にテンションすごかった。だから昨日のね配信終わった後に、昨日は思わなかったけど今日朝起きた時、昨日はなんてテンションの高い配信をしたんだって思ったよ。今日はお腹空いてない。最近ね、あのパン屋さんのあの売ってるドリンクにハマってて、バナナスムージーにハマってて、めっちゃ美味しいの最近のマイブーム。それをね飲みました。今日は夜ご飯に。なんか変な夜ご飯かもだけど、そう、そう、あと濃厚バナナスムージーってやつと、濃厚バナナごま豆乳バナナスムージーか、ごまもあるの。この間ごま飲んだから今日はシンプルなやつをね飲んでみたの。どっちも美味しかった。また今度飲むときはごま。交互に飲むと思う。美味しかった。そう、ごまってなかなかなくない？ごまいいよ。ごまのスイーツってね、なかなかないけどね。美味しい。私にとっては需要ありあり。なんかやっぱお店のだからさ、お家で作るよりもなんかふわふわしてるのね、スムージーが。それがすごく美味しくって、あのめっちゃ好き。最近ハマってる。黒ごまペーストとか、黒ごまなんかさ、給食でさ黒ごまきな粉のなんかペースト状のなんかさ、なかったよね。それすごい好き。眠そうでしょ。ちょっともう眠い。眠たいよ。眠たいね。眠たいよ。でもね、配信終わりたいわけじゃないの。終わりたいわけではな全くなくて。でも目がこうって落ちて。ね、そう、配信しながら寝てると気づいたら配信切れちゃうから。ね、あ、なった、ありがとう。まあ、今から寝る準備をするってなるとね、また2時間かかるから。寝るまでにさ、みんな2時間くらいかかんない？私はめっちゃかかる。なんでだろうね。では13位の方からです。13位、マスターさん、ありがとうございます。12位、かんちゃん、ありがとうございます。ラボ、ありがとう。11位、はつねちゃん、ありがとうございます。10位、げんさん、ありがとうございます。9位、サムさん、ありがとうございます。8位、KG6033、 ありがとうございます。失礼いたしました。7位、しのちさん、ありがとうございます。6位、なっちゃん、ありがとうございます。5位、しげちさん、ありがとうございます。4位、しましょうさん、ありがとうございます。3位、そうきくん、ありがとうございます。2位、
ありがとうございます。そして1位けんちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。はずなちゃん、ありがとう。昨日に引き続き今日も来てくれてありがとう。みんなもありがとうございます。ありがとう。今日もライブでね、みんなと会えて本当に本当に楽しい2日間土日をね、みんなと過ごせて幸せですよ。本当にありがとうございますね。あの今日みんな何するのっていうね、ポストもね、みんないっぱい送ってくれてたから、一緒に過ごせた気持ちです。ありがとう。ということでピースハーハップ久しぶりだから、イエイ。じゃあリベンジの4、イエイ。ということでバイバイ、みんなありがとう。ゲリラみたいな配信だったけれども、来てくれて嬉しいです。おやすみ、いっぱい寝てね。みんなも明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ。